スポーツの王子メディアへようこそ。今回はね、一風変わった企画として、私のコレクション高額アイテムベスト3、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。はい、まあ、その1位と2位の間にね、ちょっとお知らせ挟ませていただきます。はい、ではね、早速第3位、こちらガンダムですね。解体正機、こちらのニューガンダム、こちらがですね、まあ今相場だと、15万20万ぐらいですかね。未開封だと20万以上いったりしますけれども、私の場合は開封して飾ってあるので、まあ、およそ15万から20万の間ぐらいといった感じですね。こちらが私がコレクションしているベスト3位。はい、3位の高額コレクションです。そして第2位、第2位はこちら。はい、まあ言わずもがなですけれども、ちょっとねガレージキットになってしまいますが、海外から取り寄せました、エクシードと MRC 製作会社ですね。はい、こちらの正規品、まあ、メーカーの正規品です。はい、こちらのね、龍拳爆発のスーパーサイジン3孫悟空です。はい、こちらはね、今ねオークションとかフリマサイトで販売されているものもありますが、そちらもエクシード製です。はい、まあ、中には偽物もあるかと思いますけれども、おそらくエクシード製で間違いないと思います。まあ、なぜかというと、あれは再販版です。今出ているのは再販版、その証拠にね台座が違います。はい、再販版の台座はね、黄色と黒のストライプみたいなの台座になってますね。はい、初版の私の持っているものは六角形みたいなね大きい台座になってます。はい、なのでね、初版の方が価値が今高いです。はい、なのでこちらの方はね、まあ解体正機とあんま大差ないんですけれども、まあ、約20万前後、はい、になるかと思います。まあ、これは開封未開封でもあんま変わらないと思いますね。はい、まあ、およそ20万前後、まあ、未開封ならば30万とか、そのぐらいかなと思います。はい、ここまで第2位まで紹介させていただきましたが、お知らせを挟ませていただきます。はい、私のねチャンネルなんですけれども、コズの趣味部屋ということでね、はい、以前ね、鬼滅の刃のディスプレイに最適な台座で畳のやつをご紹介したと思います。はい、あちらがね、なんと、まあ、畳の心と書いて長身さん、はい、こちらのねホームページに行きますと、なんとメディアのページがあるんですけれども、テレビで紹介されましたというね紹介的なのがバーで出てきます。はい、その一番下の方にね、なんと私の動画貼り付けてくれてるんですよ。これは嬉しい。うん、びっくりしましたね。うん、昨日まで知らなかった、はい、昨日まで知らなかったんですけど、昨日たまたま見たらね、乗っかってたんでね、びっくりしましたね。いや、まさかこうやってね宣伝してくれるとはね、まあ、これがいわゆるウィンウィンな関係ですよね。ウィンウィンな関係。はい、なのでね、皆さん、ジョイシンさん、こちらね、あの別のフィギュアとか飾れる、まあ、台座とかも売ってますんでね、ぜひね、そのホームページ行ってね、見てみてください。結構畳、本物の畳なんですけれども、リーズナブル。うん、そして何よりおまけをつけてくれるっていうね、うん、良心的なお店ですよ。はい、まあ、またね、再度、
概要欄にリンク貼っておきますんでね、はい、そこから飛んで、まあ、パーって見てもらって、はい、気に入ったのがあれば購入してみてください。結構ね、かわいい畳なんだけど、かわいいねミニチュアサイズとかも売ってると思います、はい、ということでね、まあ、ちょっとお知らせを挟ませていただきました、はい、ではね、私が持っているコレクション第1位の発表といきます、はい、第1位はね、もう手元に用意してあります、はい、では早速ね、お見せしたいと思います、はい、それがこちら、はい、まあ、意外ですよね、はい、まあ、一応フィギュアとは言ってません。私の持っているコレクションです、はい、それの一番高額なもの第1位はこちら、ビックリマン、はい、ビックリマンの中でもスフィンクスヘラクライス、はい、こちらがね、なぜ高いかというと、こちらはこのキングオブエジプト、こちらをね視聴した際にネットで応募するんですけれども、その際に抽選で当たるんですけれども、その抽選が約99名なんですけれども、これには色が3色あります。赤、緑、白、はい、で、私が持ってるのが、まあ、白です、はい、でそれぞれが33名限定ということでね、世の中に33人しか持っていないんですよ、一色、はい、その33分の1の色を私が所持しているということでね、はい、こちらがね、まあこれもほぼ直なんですけれどもね、はい、まあほとんど最近見かけないですね。前は当選したばかりの頃はやっぱり出ましたね、うん、まあ転売屋が、はい、まあでもね、私の場合はずっとこれは売らずに家宝として取っておきます、はい、でこのその気になるお値段なんですけれども、こちらがですね、まあ一番直近でね売られてたのが1年前ぐらいだと思うんですけれども、その時ちょうど白だったのかな、うん、それがね、ヤフオクで30万以上かで落札されていました、はい、なのでね、こちらおよそ今のところ30万以上の価値があります、はい、まあ、ビックリマンはね、古くなればなるほど価値が出てくるものなんで、おそらく、まあ、今もそのぐらいで売れるんじゃないかなと思います、はい、まあほとんどね見かけないですけれどもね、はい、まあ、当時当選した時は結構出てたんで10万ぐらいだったんですけれども、まあ、今はだいたい30万ぐらいで安定してますね。ということで、意外ですが、こちらが私が所持している一番高額なコレクションです。はい。というね、意外な結果に終わりましたが、いかがだったでしょうか。はい。まあね、この後もね、続々プレミアがつくようなものも出てくると思います。はい。まあ、その都度ね、まあ、順位は上下しますんでね、まあ、またね順位が変わりましたらね、こういうような感じでねご紹介したいと思います。はい、ということでね、まあ先ほども述べました通り、上新さん、はい、ぜひね皆さんお買い求めいただければなと思います。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとう
ございました。